金曜日、総チェックのお時間ですけども、えー、昨晩、ですね関東地方、大きな地震ありましたけども皆さんのお住まいの地域、どうですか、えー、大丈夫でしたか、栃、えー、木の自宅でも震度5ぐらいで、ね、結構揺れましたけども、今日ね、朝から混雑したみたいですけども、一日大丈夫でしたでしょうか、ねえー、なんか余震もね、えー、1週間、えー、気をつけなきゃいけないということで、皆さんね、えー、1週間ぐらい、えー、気をつけて、えー、生活してください。 さあ、そんな時はですね、YouTube、佐ときチャンネル、ね、視聴して、ね、プロ野球を振り返っていきましょう。さあ、総チェック。まずはですね、パリウから、えー、10月5日、えー、ソートバンク対楽天、7対7引き分け、6日、0対5、えー、楽天の勝利。で、まあ、3戦目はね、カードが変わるんで、またそこは後でやりますけども、え1、ー、勝1分けで楽天の勝ち越し、なりましたけども、まあ、10月5日ね、7対7というところで、まあ両、両チームね、ちょっと後半戦ちょっとね、 リーリフ陣不安っていうところがね、ちょっと出たかなっていうね、ところもありますけども、まあ先発がね、崩れて打ち合いになるっていうね、えー、ところで、まあ15アンダーとね、楽天15アンダー、ソートバンク10アンダーと、もう打ち合いで、まあ7回表にね、えー、山崎のタイムリー、そして岡島のね、タイムリーヒット、ここで3点取って、七、えー、7対5になった時点で、いや、これは、もう楽天の勝利かなと。まあでもね、その前に1回の表にね、 ソードバンクが4点取ってね、中村の満塁ホームランでね、いい流れでね、来てるっていう中での試合でしたけど、やっぱ一番大きかったのはね、まあ、このね、7回裏の栗原ホームラン、そして8回裏のリチャードホームランっていうところでね、こう一発攻勢で追いついたっていうところは大きかったですけども、まあ結果ね、7対7の引き分けっていうところになりましたね。 で6日、5対0で楽天の勝ちっていうところでね、まあ楽天滝中、6回98球、6アンド434、1無失点と、まあストレートってね、しっかり腕を振って、まあ力あって、まあだからこそね、変化球がね、生きるっていうところで、このストレートをね、しっかり両コースに投げ分けてるっていうところがね、非常に良かったかなと。 でね、あとはね、緩急ついてるんで、多少甘くなっててもね、それを緩急でタイミング外して打ち取れるっていうところで、まあこのね、やっぱストレート、しっかりね、生きたかなっていうね。でまあ打線もね、クリーンナップで、そして下位打線から上位でっていうところでね、まあこのパターンがね、決まるとね、打線が線になってね、非常に得点がね、えー、生まれやすいっていうところと、まあ楽天はね、えー、そういう、こう、切れ目なく戦えるっていうところがね、持ち味なんで、まあ大きいかなと。初回ね、えー、しっかり、 ツーアウトからね、浅村がツーベースを打って、えー、島内がタイムリーと、こう、クリーンアップで点を取って、でね、七、えー、7回に、買い打線のツーアウトからね、住谷ヒット、で、山崎ライト前ヒット、で、岡島はね、ツーベースで2点取る。まあ、これもね、ツーアウトから買い出すんでね、チャンスメイクっていうのは非常に大きかったかなと。で、8回をね、五、えー、5番の鈴木大地がね、レフトへヒット打って、茂木が、えー、タイムリースリーベースっていうところで、この、どっから始まってもね、しっかりその点につなげてるっていうところは、非常にね、あのー、素晴らしい試合、展開だったかなと。 でソートバンクはね、この2回4回。まあ、ここでね、得点できなかったのが、ま、すべてかなと。2回ね、えー、ワンアウトから中村がヒットを打って、今宮続いて、ワンアウト1、塁でリチャード三振。で、海がね、セカンドフライ。で、えー、4回、先頭柳田がね、レフト前ヒットを打って、デスパイに三振。で、中村フォアボール。で、今宮ヒットでは、ワンアウト満塁になって、リチャード海でね、三振。そして、ライトフライと。ここで点取れなかったことがね、試合の流れ、つかめなかったかなっていう。 展開になりました、ねまあ結果ソフトバンク対楽天戦はね1勝1分けで、えー、楽天の勝ち越しでした、えー、続いてオリックス対日本ハム、えー、10月5日9対0でオリックスで6日3対2で日本ハム、えー、結果1勝1敗の五分という形になりましたけども、えー、5日ね9対0でオリックスオリックスはね吉沢大も 一発構成っていうところでね。まあ、あの、日本の先発ね、カ河野、5回119、8安打7三振249、6失点と。まあ、崩れましたね。で、森、オリックスはね、初回、ワンアウト1塁から3番ね、倉林の、えー、レフトへツーラン。これ非常にね、大きかったっていうかね、この、吉田正孝のね、まあ、代わりはできないけども、代わりと同じような、このね、いきなり初回のツーラン。これで倉林はね、10代、えー、ホームラン、えー、2桁本塁打、史上8人目ということでね、倉林。 グッと、ナイホームラン。あの、思いっきりの良さはね、まあ、いい形にね、繋がってますね。で、5回表、で胸がね、カーボライトへホームラン。この3点目っていうのが非常に大きかったかなと。で、6回、T、岡田、フォアボール、足立、レフト前、ね、もやのね、スリーラン。で、ピッチャー、玉井に代わって、伏見、レフト前。で、山足のセーフティーバンド。で、福田さん、えー、内安打で、えー、ノーアウト満塁から胸の犠牲フライ。ここグッと。こうやってね、スリーラン打ってからも、その後ね、しっかり追加点取るっていうところで、打線のね、流れが良くなる。非常にね、いい点の取り方だったかなと。 日本ハムは、ね、この0対2の状態で3回表、ね、近藤センター前、高間レフト前ノーアウト1、2、3塁から松本ショートゴロ、驚きです三振清水の時、ダブルスチール失敗っていうところでね、無得点後悔正直、ね、痛かったかなとで、このダブルスチールもね、伏見がね投げてもないし移動もしてないのに三塁ランナーね近藤が飛び出しっていうタイミングでねこれはちょっとね、バッと、ねまあ、投げる、このそこにしてから走るんだ,んだけどちょっとこうってやったわけだからね。 でそこでちょっとね、出てしまったっていうのはタイミングで行き過ぎっていうね。えー、でオ、オリックスね、先発山崎、えー、7回94球、5安打6三振、無視球無失点と、まあ右にも左にもね、この逆対角線の、えー、投球っていうのが非常にグッドだったからと。でね、しっかりね、そこ厳しく投げてるから、内外のね、あの、幅が効いたピッチングができてね、えー、非常に、えー、いいピッチングができたんじゃないのかなと。 で10月分りかね、3対2でニッパーハムっていうところでね、このアグレッシブだけど守備の明暗っていうところがね、テーマになってきますけども、ニッパーハムはね、えー、初回、2アウト2塁からね、2塁ランナー西川。ね、近藤がセンター前打って、センター福だから、キャッチャー伏見へ、素晴らしい送球。グッチ守備。ね。で、4回表、近藤フォアボール、松本フォアボール、で中島フォアボールで、3死球で西満塁になって、清水三振。ここでね、もうピッチャーをね、この山崎総一郎から山田にスイッチ。ここと山田がね、この清水を三振このね、 ピッチャー交代、非常にね、素早くね、この傷口が深くならないときに交代したのはね、非常に良かったかなと。ね、で、6回表、ワンアウト3塁え3塁ランナー近藤、松本のねえ、ファーストゴロホームへ、ね、山足素早い送球グッくこういったところのね、選手交代もアグレッシブだし守備もね、アグレッシブにいってるところは良かったんだけどもここでね、日本も3回表、中島のね、ファーストゴロ内野安打これね、山足積極すぎるプレーがね、ちょっとあだになるっていうところで出すぎたね。 出すぎることによって、内野安打になったけども、まあ、積極的だからね、悪くはないんだけども、でも後ろにもう足立いたから、あれ足立に任せたら、ファーストアウトだったね。で、その後ね、ツーアウト三塁になって、西川のね、えー、ライト、ね、ツーベース、同点タイムリーになるんで、このね、積極的だからこその、この内野安打がね、ちょっと痛かったかなと。ね、日本ハムはね、えー、7回表、えー、先頭、清水がフォアボール。これ痛かったね。 この清水のフォアボールが痛かった。で、ワンアウト一塁からね、あのー、浅間のレフトフライ。こうポテンヒットになって、こう清水がね、三塁へグッと、この勝利で、西川のね、犠牲フライ。で、野村センター前、近藤ライト前でタイムリー。この近藤の1点がね、オリックスにとっては痛、い、かったけども、この日本もにとったらこういうね、ところでしっかりね、その後も1点取るっていうところが、結局1点差にね、繋がったかなと。で、オリックスはね、黒林の先制タイムリーで、いい流れでいく、となった時のね、この、 アグレッシブにいったことによって、ね、このミスっていうところはね、非常に痛かったかなと。ね、で9回、ねえー、の攻撃で、1、ま、塁、あ、ランナー、佐野ね、T ・岡田見逃し三振で盗塁アウト、これ痛いね、多分ね、あの通りをね、単独シチューじゃないんだよね、あの多分スタート遅かったんだよね、だからこう、ツー、スリー、だ,だから、まあ、自動スタートみたいな感じで、あれ見逃し三振ね、するとは思ってなかったし、この通りアウト、痛い、まあ、逆に2本はね、この通りだったのは、非常にね、グッドだったかなと思います。 結果ね、1勝1敗の5分でした。えー、続いて、ロッテ対セーブ。10月5日、2対0でロッテ。6日、4対2でロッテ。ロッテ、2連勝ね。ということで、マーティン復帰がでかいね、えー。10月5日ね、えー、2対0でロッテ。ロッテね、初回、2アウトから中村がね、立つ,つら、レフト前。で、マーティンがね、立つ,つら。 変ク一歩間違ったホームランというところをね、復帰初戦で、宇宙間を逃げるね、タイムリーツーベースで先制。で、二回、山口、フォークボールをセンター前。で、藤岡、ストレートをショートコロ。で、エチャバリア、ストレートをセカンドコロ。で、ツーアウト三塁になって、タムラの時に縦スラセンター前、一打点っていうところでね、西武、高橋光は7回1 1球6安打五三534、1失球、5, 3, 4, 4, 1, 4, 9, 2失点と。序盤ね、この変化球が上手くなったところをね、打たれて2失点して、で、まあね、援護なく負けたっていうところで、まあ全体的には悪くないんだけども、その立ち上がりね、ちょっと変化球にね、頼りすぎたかなと。 ねまあ、そこが高くなってし、ね、留められる、その代わり、ね、3回以降は非常に、ね、グッドピッチングだっただけにもったいないね、もうちょっとストレートでいってもよかったかなと、ちょっと、ね、変化球、あのー、状態上がらない中、使いすぎて、そこをし、ねまあ、留められたというところが、ね、この2失点、非常にもったいなかったかなと、でロッテ先発、石川は、ね、6回101球、1安打1三振、3四球無失点と、まあ、甘い球もあったけども、非常に、ね、粘り強く、グッドピッチング、この、ね、無失点というのは非常に大きかったかなと。 セーブはね、2回表、ワンアウトでね、トノセイが2ベース、栗山フォアボール。ほんで、ここでダブルスチール成功。このね、走塁が生きたっていうね。で、山川ね、セカンドぐライ。これね、コンパクトいってね、なんとかしようっていうのは見れたけども、12球粘ってね、セカンドぐライ。で、戸川レフトぐライ。で、ここで無得点がね、セーブとしては、結果的にキーポイントだったかなと。ね。え、で、6日、4対2でね、え、ロッテの勝ち。っていうところで、ロッテ川村ね、6回78球、4安打2三振、3球、2失点と。まあね、あの、 前半結構ピンチ作るもんね、この西失点で押されたっていうのはね、非常にグッと。 ねでまあ、ストレートはコースに、でフォークは、ね、低めに、しかもいい高さに落としてて、でたまにカーブっていうね、こう緩急がついて、非常にね、えー、いいピッチングだったんじゃないのかなと、これで自身、確か4連勝、えー、先発ではね、非常にあの素晴らしいピッチング、西武はね、ちょっと本と制球がね、序盤から不安定、でもう先頭、荻野のときにねも、もうストライク飛んにいったところをね、荻野がね、先頭打者ホームラン、で、マーティンがね、えー、ライトへホームラン、このね、いきなり2失点。 大きかったね。逆にロッテはね、非常に大きい二得点ね。で、セーブは二回持ってね、トノザキ、ソーリーグッツ、ビッググーからのスパイラル。このソ理リーはね、非常に素晴らしかったね。あの、セカンドからね、三塁タッチアップっていうところも、このね、スタート切って見ながら、オギノの返球を見ていけると思って行ってね。で、最後のね、あの、タッチアップの時も、浅かったけども、この岡のね、姿勢っていうところをね、取る姿勢を見ての、突っ込んでね、セーフ。このね、 その先の、と、走塁。これは非常に勉強になるなっていうね。非常に素晴らしい走塁。これの1点をね、ボキ取ったっていうね。で、セール3回ってね、ツーアウトにいるから、えー、中村のセンターぐらいこれをね、センター、岡が、配送しながらダイビングキャッチ。ガーッツ。あの、左中間ね。あれ、抜けてたら同点だったから、正直試合展開ね。あ分かんなかったかなと。で、5回表ね、えねエチェバリア2ベース。で、岡バント。これをピッチャー、本田がね、ファーストへフィルダー、チョイスボートバーッツどうしたまあ、難しいよ。 近いからね。であの、入り方悪いよね。入り方が悪いから、無理やりサード投げても、あれだとファーストで良かったよね。非常に、もうバットです。解説してましたけど、もうあの、何言っていいか分かんないぐらいのバット。ね。で、その後、ノーアウト二塁になって、藤岡がね、えー、しっかり三塁へね、新塁打打って、で、過のショートゴロの間にね、こギャンブルスタート。岡、グッド。もうお手本のようなギャンブルスタートね。まあ、これを防ぐには、キャッチャーがね、ピックオッププレイ。やるとね、結構あの、スタート見てたら引っかかるね。 そういったところをやるのもね、手だと思いますけども、この岡のギャンブルスタート非常に良かったからと。だからね、この試合あの、ヒーローインタビューはね、この、荻野とか、河村とかなったけども、裏 MVP はね、岡。このセンターのね、あのダイビングキャッチ。あれがなかった試合点がわかんなかったし、これ4点目のギャンブルスタート非常にね、良かったと思います。結果ね、2勝、ロッテの勝ち越しでした。さあ、そしてね、あの、木曜日だけね、カードが 変わって、木曜日ね、ロッテ対楽天ね、えー、2対3で、えー、楽天の勝ちっていうところでね、まあ、あのー、佐々木朗希ね、いいピッチングで、まあ、ちょっとこの金曜日の試合ね、あ,のあ、木曜日の試合、ちょっと見れてないんですけども、ちょっとき、最金曜日が朝から忙しくて、もう今日も,もう超早朝に、 取ってんですけども、この後すぐ出かけなきゃいけなくて、ちょっと試合展開見れなくて、あれですけども、まあ3対2でね、まあ最終回ね、攻撃見ましたけども、まあ全身守備引いてたためにね、渡辺のこのレフトオーバーのね、ところを、まあ小木野もね、取れませんでしたけど、まあちょっと松田、ちょっと球高かったね。まあでもここでね、まあ楽天をね、まだ上位と進出のね、可能性はあるんでね、この一勝っていうのは非常に大きかったかなと。まあ乗本も,もね、あの、序盤、失点、ね、小木野のね、2試合連続の先頭打者アーチ、ね。 で、二回。ま、あこのね、模擬の悪送球でね、ま、ああの、セカンド行ったところがね、この賢い繋がってんで、もったいなかったかなと。で、二回ね、鈴木大地のホームラン。で、四回はね、この、パスボール。パッと。パスボールはダメです。ね。で、島内のタイムリー。っていうところでね、まあ、佐々木朗希乃のお見事でね、投げ終えはね、あの、これから見ますけど、見応えあったんじゃないのかなと。ね。これ動画を出さなきゃいけない展開でね、そんな、優勝に見てられないんで。で、えー、西武大ョートバンク。7代で松本。 完封ガーッツこれも早く見たい。今日ちょっと見れない。13チ、2アンだフォアボール4個。まあ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 、フォアボール4個くらいはもう松本で取ったらもうオッケーラインよ。ね。そういった意味だ。あ、次も、次はまあ、フォアボール6個。これはやばい。ね。で、松本フォアボール2個っていうね。でしかもモイネロ、家族のあれで帰国。ちょっとサーソフトバンクはもうきつくなってきたね。で、えー、オリックス対日本ハム、ね。え4対3でオリックスのね、逆転勝ち。でね、いうところで、 杉本、35、グッツナイスバッティング、おめでとう、っていうね、あのー、この5回表もね、胸が出て、紅林が送って、で、も谷がね、タイムリーで勝ち越すっていうところもね、まあ1点ずつでしたけど、非常にね、点の取り合い、いい点の取り方。いろいろ今もね、こう10勝リーチかけてなかなか勝てないところがね、まあでもこれはね、最後、まあ10勝はね、いきそうな、えー、ピッチングに見えましたけども、えー、4対3、オリックスの勝ち。 ということでね、えー、オリックスロッテともね、この3連戦2勝1敗でゲーム差1.5のままというところでね、まあ今週末ね、どうなるのかっていう結果ですね。さあ続いて、セ・リーグ。中日対広島。10月5日4対3で中日さよなら勝ち。6日7対3で広島。そして7日5対2で広島。広島の2勝1敗の勝ち越し。ね、えー、5日の試合4対3でね、中日。というところで広島はね、先発とこだ ?6 回999、8安打。5三振2四九3失点と。 まあね、まあまとまったね、いいピッチングはできたんじゃないのかなっていうところでね、まあこの試合のテーマはね、バントが生きる試合っていうね、テーマですけども、まあ3回ね、渡辺ライト前でね、柳がバント、で、京田サード内安だ三つまたフォアボール、ワンアウト満塁から大島ね、ツーシームね、 あの、逆球になったけど、低めのね、ボール球、いいところだったけども、このセンター前タイムリーっていうところで、非常にナイスバッティングだったからと。で、その後ワンナウトマンリーからビシエドね、インコースストレート。このね、若干甘く入ったところがね、え、レフトへね、2点タイムリー。で、ワンナウト1、2塁から、福田三振、高橋三振と、ここね、しっかり抑えれたっていうのは、良かったけども、このね、イニングのみ、ちょっとね、1失点痛かったかなと。まあでもね、粘りの投球、非常にできたんじゃないのかなと。 で、広島はね、4回表、2アウト2位から相沢がね、ライターにタイムにこのすぐ1点返すっていうのも非常にね、グッと試合の流れ的にはね。四4回、えー、中中日の攻撃、木下センター前、渡辺レフト前、柳、スリーバンド失敗、バーっと、さっき決めただけに、ここも決めたかった。で、京田レフ、セカンドフライ、三つまたショートフライで、得点できつ。で、広島5回表、大森、えー、レフトへツーベース、トコバンド、ナイス。 で、ワンダウト三塁になって、久しぶりのね、登場のウグサセンター前タイムリーヒットっていうところで、こういったところでね、しっかりラインのために、しっかり成績残しておきたい。ね。で、7回表、林ツーベース。で、大森バント。ね。で、一周三塁になって、代打鈴木誠也、レフトにね、えー、同点タイムリーヒットっていうところでね、まあ、いい形のこのバントがね、バントして、成功すれば生きる。失敗したら生きないっていうね、このバントがね、非常に生きる、ね、両チームのね、試合展開、えー、だったかなと。 で、えー、中日の攻撃はね、えー、9回、栗林をね、温存して、ピッチャー菊池。ね。中日の攻撃。強打フォアボール。これが痛いよね。で、の上バント。成功。ね、バントが生きる。ね。で、大島フォアボール。ね。これはもう、敬遠。で、ビシエド、セカンドライナー。で、代打岡林、センター前で、満塁から高橋、押し出しで、さよなら。っていうところで、まあ、フォアボールね。きついよね。まあ、でもこのね、結局、バットが生きるっていうね。この、仕合がテーマ。ね。で、中日柳、ね、8回133球。1 1安打ンで63、29 1、1 1 1デッドボール3失点。 ま、制は甘かったけども、まあ、粘りの投球できたかなとか。まあ、状態悪くてもね、この、正直抑えていくピッチングはね、まさにエース。ガッチ。でもまあね、タイトルとかもあることも考えたら、まあ、本人が無理って言ったらいいけども、まあ、正直消化ゲームだから、完投さしても、本人がいけるって言ったらね、あの、さしてもよかったのかなっていうようなね、試合展開にね、見えましたね。で6日、7対3で広島ね。えー、広島はね、1回3点、6回2点、9回2点とね、これ全てのチャンスを、 えー、ものにするっていうところでね、非常にいい形のね、点の取り方ができたかなと。えー、初回ね、ワンアウトからね、小園がセンター前。で、クリえー、道林がね、レフトでタイムリーツーベース。で、西川アウトになって、ツーアウトからもね、坂倉菊池をタイムリーを打って、しっかりチャンスをものにする。で、えー、6回もね、小園ヒット。で、道林アウトで、西川アウト。で、2アウトになったけども、そこでね、え、坂倉がデッドボールからの菊池がね、タイムリー。 っていうね、えー、ところもこうツーアウトになってもねそこで1本出るっていうところは、えー、大きかったかなとで9回表もね、えー、しっかり坂倉がセンター前ツーベースでバントで送って鈴木誠也、ね、代打フォアボールで、まあ、ここも、ね、ツーアウトになってから大森がねライトへタイムリーヒットっていう,、ね、こうツーアウトになっても最後の1本ねチャンスをものにするっていうところでは非常にね、えー、いい形。 で、中日はね、えー、2回1点、4回1点、6回1点と、この1点ずつとね、複数得点っていうのが、正直ね、結局、差に繋がったかなと。で、クリはね、6回、88球、8安打3三振、無四球、3失点と。まあ、先制のね、3点がね、いいリズムになったかなと。で、11勝でね、ハーラトップに並ぶっていうところで、自身初のね、タイトルホルダーに向けて、最終、ね、この最後のね、えー、残り試合、いい形のピッチングでね、まあ、見せてもらいたいなと。 クリはねもう低めに行っていい感じで動いたらね非常にいいピッチングするんでこの高めか低めかっていうところを見とくとね非常にこのクリの状態っていうのが、ね、分かりやすいかなと思います。 7日の試合、5対2で、広島っていうところでね、玉村が3勝目。まあちょっと最近ね、勝てなかったけども、いい形かなと。で、大野はね、7勝11敗というところで、ちょっと打ち込まれて、小笠原しかね、30セーブ。非常にね、素晴らしかったかなと。まあこのね、5回の鈴木誠也のね、満塁ホームランとていうのが、やっぱりね、効いたかなっていう展開に見えましたね。ちょっとこの試合見れてないんで、経過をこりだけになりますけども、2勝1敗で、広島の勝ち越しでした。続いて、ヤクルト大巨人。 10月5日、3対2でヤクルト。6日、3対0でヤクルト。7日、1対0でヤクルト。ヤクルト、3連勝巨人、3連敗これはね、ジャイアンツにとったらちょっと終戦がね、優勝へ向けてはちょっとね、えー、終戦がなるようなね、3連敗になってしまいましたね。逆にヤクルトは、優勝へ向けて、ジャン、ジャンがね、 なり出したんじゃないのかっていうね、ところの3連勝になりましたけども、えー、10月5日、3対2でヤクルト。ヤクルトね、先発後は、中5日でね、登板になりましたけども、6回94球、6安打5三指、無四球、えー、無四、あ、2失点とね、球数も少なくね、ストレートをしっかりコースに、で、変化球をね、低くっていうところで、 非常にこう使い分けるね、いいピッチング、グッピッチングだったかなと思います。ヤクルトはね、3回裏、ワンアウトからね、青木ライト前、で、山田レフト前、で、ワンアウト一三塁作って、村上のね、ショートゴロ、このダブルプレイ崩れでいって、ね、ファーストへヘッドスライディング、ね、ショート坂本もね、ダイビングでよく取ったけども、ワンパンになったところね、ファースト取れるずっていうね、これやっぱりね、まあそんな簡単じゃないけども、このファーストのハンドリングってね、非常に大事なんだよね。で、4回裏、えー、西浦がね、スライダー。 えー、レフトにホームラン。で、サンタラストレートをライトにホームラン。この2射連続ホームランっていうところ、この下位打線で2射連発って、すごいっていうかね、やばいよね。で、巨人はね、えー、3点差になったところで、5回までワンアウトからね、丸が2ベース。で、大城ライト前。で、ここで1点取って、で、6回までワンアウトからね、えー、若林のセンター前。で、坂本のね、ライ、センターへ2ベースで1打点取るけども、結局ね、1点足りず。あとはもうジャイアンツはね、 この4回、6回、9回にね、あと1本出なかったのが痛かったかなと、まあ、1対0の時にね、4回表ね、ツーアウトからね、えー、坂本がライトを打って、サンタナのファンブルで2塁行って、岡本がね、1本出ず、えー、そして、えー、6回もね、この坂本1点取って、ワンアウト2塁の後のね、岡本で亀井でね、1本出ず、で、9回、丸大城、フォアボール、ワンアウト1、塁になってからの吉川ウィーラーで1本出ずっていうね、この最後の1本出なかったっていうところがね、 痛かったかなと。ね。で、6日、3対0でね、ヤクルト。というところで、ヤクルト、サイスニードね、5回、えー、96球、5アンダー、734、29、無失点と、もうとにかくね、ストレート力あった、角度もね。で、高くなっても力あるから、そこね、ジャイアンツだって一目切れないんだよね。で、そこからスライダー、チェンジアップっていうところで、緩急がつくっていうところで、このね、上がってきて、なんか、サイスニードとスワレスはね、まだ来年の契約がどうなるかまだ決まってないから、今すっごい頑張ってるらしい。なんか情報によると。それがね、結果に現れてる。 ね、で、巨人はね、前半ね、チャンスものにできずね、後半攻めてなしっていうところで、まあこの試合もね、チャンスは作ってんだよね。このね、えー、初回も、えー、松原フォアボール。でね、ここ盗塁試みもアウト。で、若林がね、ヒット。ここちょっと違和感出るけどもね、ここでまあ、チャンス物にできず。で、2回もね、丸フォアボール。 ウィラーレフト前ノーアウト一塁から大城が送り番で決めて北村の1本その後ピッチャーメルセデスになるからね北村の1本というところでこの北村三振ねでメルセデス三振でね1点取れずで3回、えー、ワンアウトから若林ヒットで坂本アウトになって岡本センター前ツーアウト一、三塁で丸三振というところでこの1回から3回までチャンスを作る中で1本出たらね試合展開大きく変わっただけにこのね1、2戦ともこれ1本出ないっていうね。 ヤクルトはね、チャンスこと少なかったけども、その中でね、結局ね、一本出す。この出るか出ないかがね、結局が3対0になってんだよね。で、5回裏ね、村上がね、ショート悩んだでね、オスナ、えー、ショートゴロ。で、中村がね、宇宙間へ。タイムリーツーベース。で、早急間にサードというところでね、このオスナの激走。で、ワンナウト3塁からサンタナフォアボールで出て、西浦がね、これ低めのボール球をセンターへ犠牲フライ。非常にくね。 で、8回裏ね、2アウトから青木がね、ショートこれも内野安打。全力失走でねで。山田センター前。で、村上がね、ライトに2ベース。ね、タイムリーというところで、この2アウトから点を取る。ね。この違いがね、この3対0になったかなと。で、昨日はね、えー、1対0。でね、えー、ヤクルトが逆隅位置。ね。里崎が解説で言ってました。逆隅位置。ね。で、しかも8回までノーヒットノーランですからね。菅野は抜群。ガッペチ。ね。非常にもう、もう、多分ね、あの、試合前から、 もう絶対完封するっていうね、勢いのもと、た、え、ぶ、ー、ピッチングしてたと思うんですよね。で、結構ね、ニコニコしながら投げてたんで、このね、こう、緊張感ある試合の中で、非常にね、余裕ある野球を楽しんでるなと。あと、そう、ね、自身もね、えー、状態良かったんじゃないのかなっていうようなところでね、もう、ヤクルトとしてはちょっと攻めてなかったね、素晴らしくてね。で、最後ちょっとね、この手の違和感でね、交代しましたけど、ね、あの、ベンチでもいましたし、あの、結構にこやかにしてたんで、そんなに大ごとじゃないのかなっていうようなね、えー、感じに見えましたけどね。 でもその中でも結局ジャイアンツはもう一本出ずっていうところで、もう一回から一回二回、もうランナー出るけども、で、三回、で、得点圏、で、四回も得点圏、ね、っていうところで、一回から四回まで全てランナー出てセカンド行くけども最後に一本出ない。しかもこうね、小林が、ね、ツーアウト、大城がツーベース打って、次ピッチャーなのに敬遠されなくて勝負、ね、で、その後はね、大城敬遠して、小林勝負というところでね、ここ一見せないと小林はね、 このセ・リーグの野球で8、9が打てないとこ7番のねあシワユスにもなるつきその前のね攻撃にもなるんでちょっとここがね小林バッティングでなんとかね頑張っていかないと守備ではね昨日ブロッキングも非常に良かったし盗塁、ね、9回塩見されましたけどあれはもうねクイック盗まれてるんでで小林としてはきることななかかったかなとね送球自体も非常に素晴らしかったかなと思いますけども、まあ、ヤクルトもね、えー、非常に原樹、ねえー、高くなってもコースに。 甘くなっても低くっていうね、このしっかり投げ分けできたところがね、6回86球、4安打5三4 1四球、無失点とね、非常にいいピッチング繋がったかなと。あと前半ね、4回までランナーね、毎回出すけれども、そこで粘りの投球できたこともね、非常に良かったし、中村リードもね、非常にこのストレート押せると思ったら押せる、押すしね、非常にそこら辺のコンビネーションはね、良かったんじゃないのかなと。で、なんと言ってもね、これ放送中も言ったんだけども、今度清水マクガウ、この3人による、この無失点共演、これがね、最終回のね、さよならを呼んでるんで、まあね、ヒーローインタビューで塩見と まだが立ちましたけども実際ね、今度、清水暢角にねヒーローを挙げたいと佐々木的にはね思います。で9回ね、えー、ビエラ出てきてで川端三振、で塩見がねこのカットボール甘くなったところレフト前、でこの通、ね、りガーッと非常に素晴らしい盗塁、山田シェフトのねショ、えートゴロ内野安打でねでファーストね、こう若林ハンドリングで取れずねサヨナラになるんだけどもやっぱりね、その。 えー、初戦の北村のこのハンドリングもそうだけど、ファーストのハンドリングはね、難しいけど大事なんだよね。それができるかできないかっていうとね。で、このね、放送中も言いましたけども、この3連戦ね、やっぱこれ全力疾走っていうところがね、この3連勝にね、ヤクルトは繋がったかなっていうところでね、こう巨人の時もね、岡本がね、ちょっと、 こう握り損ねてね投げた時にね岡本、まあ、全8割走ぐらいだから俺はヘッドスライディングしろとはね言わない怪我するからねでもそういう時のねこの微妙な当たりの時やっぱり最後まで全力疾走しないとあれも全力で走ってたらセーフだったよ いうところでね、このなんか全力疾走っていうところがね、このヤクルトの今の勢いをね、出しているのかなと。あとそれがね、この3連勝にね、つながった。まあ、所詮も村上っていうところもあったし、このね、青木っていうところのね、この8回のね、あのー、6日の試合、内野アっていうところの全力疾走もあったし、キルも山田とかね、えー、オスナとかね、この3連戦このちょっと全力疾走っていうところのね、チームの差が出たんじゃないのかなっていうね、試合展開に見えましたね。結局、ヤクルトのね、3連勝でした。 さあ、続いて、えー、DNA 対阪神。ね。5日の試合5対2で阪神。え6日の試合2対0で阪神。そして7日の試合は4対3で DNA。阪神の2勝1敗の勝ち越しでしたけども、ヤクルトが3連勝してるんで、1ゲーム差ね、広がっちゃいましたね。 ま、あこれね、5日の試合、え、佐々木はですね、横浜スタジアム行ってましたけども、まあ、初回速攻というところでね、阪神、初回ね、近本センター前、ね中野がね、えー、タイムリーツーベースというところで、2軍で先制です。ね。で、まるでサードゴロで。で、その後ね、大山のレフト前タイムリー。で、えー、糸原センターフライ。で、小野寺フォアボールで、佐藤がね、60打席ぶりのヒット。グーッと。ナイスバッティング。苦しかったけども、ね。で、梅野は。で、ファーストランナー、えー、佐藤。で、サンリアの小野野ね、このダブルスチール成功。グーッと。ね。 一流ランナーはアウードなんでね、この、お値段の通塁っていうのがつかないから、ダブルスチールじゃないんだけども、まあ、ダブルスチール的なことで、ね、経験、4点取ったっていうところはね、非常に速攻。ね。で、3回表、大山のね、ライトへホームラン。これでね、勝負ありかなと。で、青柳はね、6回92球、6アンド434、192シーと、まあ、ランナー出すもね、粘りの投球。で、ハーラトップのね、11勝目っていうところで、後輩、青柳、頑張れ。 ね。で、DNA 元気なしっていうところでね、代打、外がね、ダブルプレイになったりとか、オースティンがね、右ふくらはぎ違和感でね、こういうなんか肉離れしてて抹消されてね、ちょっと痛いかなっていうね。で、6日の試合、2対0で阪神というところで、阪神2死ね、6回94球、7で3、3死無四球。 えー、無虫、まあ、球が大きいね、で、要所でね低めに投げたのがね生きたかなと、で、守備でもねグッとプレー、ね、3回裏、ねえー、ツーアウト1塁からね、えー、d n a バッター佐野、セカンドゴロ、ね、糸原、この一、二塁が抜けそうなところをねちょっと後ろめに下がってねダイビングキャッチして、グッと。ねで6回を 裏ね、先頭、えー、くすのぎね、センターフライ。この近本もね、これグッとプレイ。ね。あれ抜けてたらね、どういう試合展開になったかもわかんないところね、非常にグッとプレイ。で、4回でね、ロハスのね、このツーランでね、一発でしっかり守りきるっていうね。えー、DNA 大抜きね、6回3分の1、113球、6アンド、6三振、4四球、2失点と、これ粘りの投球したけどもね、ちょっと援護なかったっていうね。で、DNA はね、4回裏、ノーワート2、3塁からのね、この無得点。これはね、 非常に痛かったかなと。で、5回裏ね、飛ばし屋先輩も打って、もう大抜きのね、スリーボンド失敗、こういうのも痛かったかなとね、取れるところにね、取っとかないと、こうなるっていうね、まあ試合展開だったかなと。逆にね、この阪神はね、えー、そういったところで2点差の試合っていうところもね、アルカンタル、岩崎、ね、スワレスともね、リリーフもしっかり踏ん張って、えー、勝ち切ったっていうところも大きかったし、5日の試合もね、及川、岩崎、ソアレスとね、リリーフ陣が踏ん張ったっていうところもね、このリリウ夫人のね、素晴らしさっていうところも非常にあるかなと。 で、ね、7日の試合、こちらね、4対3の逆転、ね、外のツーラン、外、グーッと、ね、ナイスバッティング。まあ、三回表ね、阪、え、神、ー、はね、えー、ワンアウトから近本デッドボール。で、中のアウトになって、マルテがね、ツーベース。で、大山のね、えー、レフトスタンドスリーランね、このマルテのタイムリーの後に大山のね、ツーランっていうところで、まあ、この3点取ったのはね、こういけるなっていうところで、まあ、4回裏ね、この外のね、ゴロの間に上げる。でもその前のね、伊藤の早送球。これがまたエラーからのね、が痛かった。で、 2アウト3塁になってからのね、山本のね、内安打っていうところもね、まあこの2点、ちょっと痛かったね、あの、阪神的にはね、ここを防げた、まあ1点で済んだんじゃないのかなと。でに、8回裏はね、まあ牧が粘ってね、フォアボールになって、宮崎倒れるもね、えー、外がね、 ツーランホームラン。で、まあ、ここはね、連投続いてるんで、まあ、岩崎休ましてね、アルカンタラ泳が変わってきたけども、まあ、ここがね、ま、裏目に出てっていうところでね、まあ、この起用法でまあこの後のね、今日からのヤクルト戦があるんでね、まあ、そこら辺はね、このベンチワークっていうところがあるんで、まあ、そこがね、うまくはまんなかったっていうだけだよね。でもこれちょっといっぱいね、痛かったかなと。ね、阪神は2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、ということで、 今日からの試合、えー、セリーグはね、DNA 対中日。で、神宮でヤクルト対阪神。えー、奥川、高橋、春と。この投げ合いはね、非常に見物でね、どうなるのか。こうヤクルトがね、勝ったら、ヤクルトのね、マジックが点灯するっていうところなんでね、こう、どういった展開。で、広島、巨人はね、大瀬良、山口。ね。で、パリーグは、えー セー対ソートバンク。そして日本ハム対ロッテ。で、楽天対オリックスはね、試合がないっていうところで、このね、試合がないところでロッテはね、えー、勝って0.5クセでも縮められるのかってね。まあ、岩下もね、状態。で、縦でも状態っていうところでね、どういう試合展開になるのか。まあ、ここに来てね、順位も。 え、ヤクルト、阪神がね、え、2ゲーム差。で、オリックス対ロッテがね、1.5ゲーム差。これ、2ゲーム差っていうのはね、3連戦ね、3連勝しないと覆らないんでね、この非常にね、大きいね、昨日のね、勝ち負けだったかなっていうところもあるしね、オリックス対ロッテは1.5ゲーム差。今日負けると2ゲームになるんでね、その2ゲームになるとね、ちょっと圧かが大きくなるんで、そういった意味ではね、大事な一戦になります。ということで、プロ野球ファンの皆さん、もう試合もね、あと十数試合で終わり、佐々木の総数チェックもね、十数試合で終わり、皆さん最後まで乗り切っていきましょう。ね。 B クラスのチームもまだまだ応援していきましょう。来年もある若い選手も出てきてるね。今優勝争いチーム、ここぞとばっかりね応援しましょう。まだクライマックスのある3位チームの皆さん、まだまだいけるぜっていうところでもあります。ということで、週末のプロ野球もみんなで噛みましたけども、もう疲れてます。要チェック